はい、どうぞ。おはようございます。癒しヘア2日目です。昨日も盛況でございました。で、昨日の人生100倍に輝くための高次元のメッセージの活用の仕方という内容で講演させていただいたんですが、その中で灰原美香先生に登壇していただきました。さあ、いかがでした？楽しかったです。ドキドキ緊張なくしなかったの？しました。とてもしました。緊張しました。でもこうやってみんな一つずつ成長していくので、やっぱり経験って大きいよね。大きいです。本当に貴重なお時間をいただけましたし、メンタリストスクールのメンバーの皆さんが見守ってくださったので、登壇させていただくことができました。やりきれました、はい、ありがとうございます。さあ、人生100倍に輝けるようにこれからも、楽しみながら頑張っていきましょうね。はい、それでは